こんにちは、1分でお答えするショート Q&A です、デンタルフロスってどうやるのですかっていうご質問です、デンタルフロスはまあもちろん、糸ですけども、あのワックスがついているものとアンワックスって書いてあって、ワックスがついていないものがあったりします。あのワックスがついているものの方が、まあ、歯間には入れやすいんですけど、汚れを取る効果とするとないものの方が良かったりとかっていうふうに言われています。通常やっぱり、まあ、磨きづらい、歯と歯の間ですね、特に奥歯の間とかにデンタルフロスは有効です。で、歯間ブラシとデンタルフロスってどう使い分けるのかっていうお話もあるんですが、あの歯間ブラシを使ってしまうとどうしても歯の乳頭っていう、まあ、歯の間のところですねにある肉を傷つけやすいとされています。まあ、それに比べるとフロスの方が傷つけにくいというところがありますので、まあ、フロスでやりましょうということ。それとですね、これは某アメリカから帰っていらっしゃった、当時准教授の方に、約25年ほど前に教わった時に、彼はものすごい勢いでデンタルフロスを使っていました。アメリカではこれが普通だと言いながら、キュッキュッ音をさせるところまで使われるんですね。で、それによって、その乳頭の部分が錯覚化、錯覚というのは物事の錯覚という字っていうよりは、金辺の絵に昔という字を書いたサックっていう字に、そう書くかって言うんですけど、まあ、簡単に言うと異常な量まで角化層を作ってしまう。それによって、いくら入れてももう全然血が出ないという状態にまで、本当はデンタルフロスで歯肉を鍛え上げるというところがミソなんだよというふうに教わったことがあります。まあ、ちょっと日本人にはそこまでは向かないとは思うんですけど、まあ、そうやってデンタルフロスは、歯と歯の間にまあ、指に取ったりとか、あるいはその専用の器具で取ったり、そういった形で、デンタルフロスを使っていただいています。で、本日は以上です。